日は豪華店より店内ツアーを行っていきます。新作がたくさん入ってきておりますよ。まずこちらね、インパクトが大のこのね、レオパード柄のミンミクさんからシャツが入ってきております。すごく薄くて軽いシャツになっていてですね、今ね、これやっぱ1枚で主役のアイテムですね。真夏もすごく涼しいんじゃないかなと思います。あとミンミクさんからシンプルなタップソフトがですね、 T シャツ類も入ってきておりますね。ここはね、すごいブルーがちょっとポイントになっていると思うんですけど、マルシャルテルさんのスカートも入っております。こちらもあのすごく軽くて涼しいので今からおすすめですね。すごい綺麗なブルーと、こちらもグレーで入ってきております。もうマルシャルさんの、ね、特徴のこのゴムになっているので、もう楽ちんと間違いなしです。ブティークのミナリさんからこういうデニム風のシャツも入ってきてますね。これもあの本当にデニム風なんですけど、すごい薄くて柔らかいので、もう真夏も本当さらっと着ていただけると思います。これは、まあ、半袖から五分袖ぐらいの袖になってますね。デニムといえばですね、やっぱり今あるところのミニデコリエさんの、ね、デニムシャツワンピースもやっぱりすごく好評いただいてるんですけど、生地がね、やっぱり柔らかくてワンピースでも着れて、あのこうやって羽織でもですね使っていただける感じなので、本当に今 T シャツの上とかですね、長袖の T シャツの上にパッと使いやすいので、大変ご好評いただいております。色はブラックとこのインディゴとグレーの3色ですね。でご用意しておりますので、ぜひぜひね、あのチェックしていただければと思います。羽織でね、使えるのは私が着てるこちらもすごく使いやすいですよ。これは、トワニーレッチュのオリジナルアイテムなんですけど、白とベージュとこの私の色と3色でですね、入ってきております。これもちょっとシャキッとしてるんですけど、コットンの素材になってるので、ほんと T シャツ系の上にパッと羽織るのでですね、長さもあるので、ちょうどよく着ていただけるんじゃないかなというふうに思っております。ね、こういうパンティース類も入っているので、リゾートお出かけされる方おすすめですね。そしてやっぱり T シャツがね、ちょっと大丈夫かな？大丈夫かな？大丈夫かな？T シャツが入ってきてますね。あのロゴものだったり、バックプリントだったり、あのフォトプリントだったりですね。いろんな種類の T シャツが今揃っております。こちらもね、ちょっとこういうデザイン性の T シャツも入ってますし、あの、ね、5月連休とかはちょっと気温も上がるんじゃないかなと思うので、こういう T シャツに羽織のスタイリングがすごく使いやすいんじゃないかなと思います。なので、ゴールデンウィークお出かけがある方もない方も、ぜひ来れる方ですね、遊びに来ていただければな、いいかなと思います。はい、はい、ではお待ちしております。以上、今週の店内ツアーでした。ありがとうございます。